チゼータ V16T とは、かつてイタリアの自動車メーカーであったチゼータが生産しているスーパーカー。正式名称はチゼータモロダー V16T である。現在はチゼータオートモービル USA で受注生産が行われている。チゼータ V16T のリア名前の由来にもなっている 6LV 型16気筒 DOHC エンジンをミッドシップに横置きでレイアウトしている。 このエンジンと縦置きのトランスミッションを組み合わせると T 字型になることが V16T の T の由来にもなっている。時速 100km への加速時間が4.4秒、最高速度時速 328km となっている。V 型16気筒という例を見ないほど巨大なエンジンを横置きしているため、リアセクションは大変幅広く作られており全幅は 2m を。 超える車である。エンジンは、ランボルギーニ出身のスタッフが含まれ、スペックも告示していることから、ランボルギーニ裏っ子に搭載されていた3.0、LV 型8気筒エンジン2機を改良し合体させたものと噂されたが、直接の関係はない。車体は、チューブラーフレームにオールアルミニウム製ボディで、マルチェロ・ガンディーニがデザインした。このデザインは、ディアブロのプロトタイプ第二案で、 ディアブロの本来の姿なのではないかと噂された。特徴的な上下二段式で左右二つずつ競り上がる、リトラクタブルヘッドライトは、地ゼータの特徴でもある。内装は高級オーディオとレザーインテリア、足回りはブレンボ製ブレーキに、ピリリの当時最高のタイヤというように装備も豪華だった。1 9 8九年に小デビューを果たして多くの人の関心と注目を集め、 一台六十万ドルで1992年から月一台のペースで生産が始められたが、諸事情により生産が難航し、シゼータの倒産に伴いわずか八台で生産終了となった。当時日本には二台の V16T が輸入されており、うち一台は川口湖自動車博物館に保存、展示されている。こうして一度は生産を終えたものの、現在ではアメリカに、 再び設立された、チゼータオートモービル USA で受注生産されている。ありがとうございます。